すごい雨です。でもお昼までにはやみそうなんで、朝のお散歩だけ車で行ってきたいと思います。眠いか、ちょっと歩こうね。目がちょっと緩んでますよ。とりあえずお散歩に来てます。まだ駐車場では車内で寝てる方が結構いらっしゃいますね。まあね、今日は午後から雨は止むということなんで、そっちでゆっくりお散歩できるんで、朝は軽く済ませようと思っております。今思いっきり後ろ上げてましたね。みーちゃん最近やっぱり8歳ということで、もうそろそろ9歳になるんですけれども、前足が弱ってきたのか、後ろ足上げる地位がなかなか安定しなくなりまして、よろけてる時が多いです。はい、調子よく歩ってくれてます。今そんな大振りではないんですけれどもね、なんか時間的に強く降る時もあるみたいなんで、ビビってます。今日は郵便局に行ってね、メルカリの封筒を買ってこなきゃなんないんですけれども、郵便局9時からだから、まだちょっと今何時だ、よいしょ、今8時16分なんでね、まだこれで帰りにも寄れないし、もし一度帰ってからご飯食べてから、まあね、確か9時からですよね、郵便局はね。雨が強くないといいんだけどな。あとアドバイスにより、和子さんの着てたものなんかも古着としてメルカリ出したらいいんじゃないかなっていうのをアドバイス受けたんですけど、どうなんでしょうね。ちょっと模索してみたいと思います。これから郵便局にドラクエ出しに行ってきます。U パケット、U パケットポストミニ、なんかそんなので安く送れるそうなんで、それ専用の封筒を郵便局行かないとないみたいなんで、それを買いに行こうと思います。雨はだいぶ小降りになったけど、まだまだ強く降る可能性があるし、お昼ぐらいまではね。U パケットポストミニ封筒というのを買ってきました。はい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 。帰ってきたらまあ遊べ遊べでした。これでね、封筒1枚、これこれ、封筒1枚が20円だそうで、でもってこれなんか、これスキャンして送るだけでした。非常に簡単でした。で送料はメルカリの場合これで送ると160円で済むようなんで、かなり安く済みますね。あともうちょっと大きめの封筒もあったみたいなんですが、なんか急いでたわけではないのにこれだけパッと買って帰ってきちゃいました。はい、5枚買って1枚使ってまいりました。非常に簡単ですね。これだとでも CD ぐらいしか入らないか。まあいろいろこれから家のものを処分していきたいと思います。すげえ勢いで水飲んでるし。これは何かなと思ってよく見るとふなっしーなんですよね。で
文字拡大してみたところ、入浴剤みたいでした。はい、うちは入浴剤使わないんで誰かにあげようと思います。今いろいろこの中とかね、いろいろ入ったものを出してメルカリだとか誰かにあげちゃえたとかいろいろやっております。さっきこれディズニーの出てきました、ミニチュアフィギュアコレクション。こういうディズニーとかはねメルカリがいいんでしょうね。はい、あんまりよく書かない程度にやろうと思います。お散歩出てまいりました。いつもね「ヒルナンデス」まで見るんですけど、その後あの宮根さんがあんまり好きじゃないもんですからうちは何でか日テレずっとなんですけれどもね、宮根や見ずに今日は昨日の所さんのメガテンとガッチリマンデーを 見ました。はい、三陸鉄道の架線のない、まあ、ディーゼル機関車というかね、ディーゼル線のディーゼルの電車です、ね、電車じゃない、はい、車っていうのがやっぱり、はい、三陸鉄道はそれで架線がなくてすごい景色が綺麗だっていうのをやってました。本当にねあの線路だけなんですもんね、上に線が一切ないっていうのが綺麗ですよね。であとガッチリマンデーなんですが、儲かる貨物っていうことでやってまして、連結式トレーラーの連結式トレーラーっていうのかな、トラックにトレーラーでまたトラック引っ張ってっていう感じのやつで、それで会社も運転手も楽になるっていうのと、あとは JR 貨物ですね、貨物のとてつもないでかい駅がありますよっていうのと、あとは ANA の飛行機でねセイコマートの商品を沖縄に持ってって売るという、はい、そういうのをやってました。すごいですね、北海道あの沖縄の方がちょっと高くてもやっぱり美味しい牛乳やヨーグルトが食べたいっていうのですごい需要があるみたいです。お店の人もあればあるだけ売れるっつってましたしね、これからそういうのが楽しみになると思います。自転車置き場閉鎖だそうです。ここだけなのかな、確かにあんまり止まってないしね、工事に伴いって何だろう、何が始まるのかちょっと分かりませんけれども、あみちゃん帰るよ。何の工事が行われるんでしょうね。これは多分パルシステムだと思われますが、三直鶏皮ネギ塩焼き用ということで、はい、回答しました。3月26日まで、まあ、まあまあ大丈夫でしょう。これ今日は炒めてパスタと和えてみたいと思います。もうパスタ得意料理になってきました。晩ご飯です。これはネギかなニラかな、ちょっと焦げちゃってるのあります。はい、でもなんとか美味しそうですよ。このまた強ラー油かけて食べようと思います。ではいただきます。